どん。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しは猪之助、Wasamonです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、アニプレックスの公式 YouTube チャンネルで公開がされたテレビアニメ、鬼滅の刃、遊郭編第1弾、キービジュアル解禁 PV を見ていきたいと思います。まあ、2期制作決定の動画も出したんですけど、多分あんな感じです。ほとんどリアクションがないです。まあ何しろその鬼滅に関する情報も僕は原作を読んでるわけではないし、なんだっけ、カンボジア兄貴みたいにわあすげえとか言うわけでもないんで、純粋にもうどういうものかだけを見たいと思います。キービジュアル解禁ということなんでね、もうすげえな。なんかまだ4日しか経ってないんですけど、1、10、100、1000、万、10万、100万、365万再生ですね。まあ、それじゃあもう早速再生していきます。3、2、1、スタート。なんだっけ、遊郭だからか。UFO テーブルのまんまなんだ。変わんねえと思ってた。あれ鬼だろ、上限じゃね、何番か分からんけど、かっこいい。誰だあれ、ちょ待って、誰だ、なんかすげえ猪之助にそっくりな女の子いなかった今。もう一回見よう。制作会社変わってないのいいね。なんかいろいろ訴訟っていうか、なんかいろいろ問題はあったみたいだけど、変わんないんだったらいいんじゃねえの。小西、鬼の住む遊郭、誰だこいつ、なんて書いてある、陸6じゃないっけ、6陸、うん、なんか昔の漢字ってなんかこういうので読まなかったっけ。帯かなんか蛇みたいだなーっていう印象。帯使ってる、なんだっけ、日の神血風炭だったっけ、なんか名前忘れたけど、あのゲームみたいだな。ここだよ。今の3人の、めちゃくちゃ似てんだよ。一番上が猪之助に。なんで？こいつは人間だろ。めっちゃ似てんな。猪之助の妹かお姉ちゃんみたいな可能性ある。わかんねえけど、なんか銀魂でもこういうのいたな、なんか遊郭に行って戦う女性陣、それと似たような感じなのかな。なんだったっけ、なんか名前忘れちゃった、名前なんだっけ、派手柱だよ、派手柱、名前忘れちゃった、なんだっけ。2021年放送開始だからやっぱ秋アニメなんだろうな。10月からでしょう。でもそうなってくると多分なんだっけ、チェンソーマンか、チェンソーマンとマッポシかぶるし、ちょうど終わり際、テレビアニメが終わるぐらいで、
け、あの呪術廻戦の劇場版が多分またなんか出すんじゃない？他の鬼滅の情報は追ってないからわかんないけど、これ大変でしょう。渦井天元だ、渦井天元思い出した。渦井天元、あ、もう小西でしか覚えてねえよ。派手な小西だよ、派手な小西。はあ、すげえ、こんな感じなんですね。鬼が住む遊郭だからな。でも人間のふりしながら生活する鬼もいるみたいなことは前炭治郎も言ってたし。でも遊郭だったらなおのこと人は食いやすいんじゃない？男ばっかだけどさ、まあ、働く女性も食ったりすんのかな。そこら辺のことはちょっとわかんないけれども、でも可能性としてはやっぱり客人を食うっていうことなんじゃない？女性の鬼でしょ。目に陸、あれ多分六って読むと思うんだけどな。でもなんかあの感じだと帯をこんなやってね、やっていくっていうところまではわかるけど、でもそれをちゃんと渦井天元が知ってたから、まあ、それ相応の被害が出てるんでしょう。でも早速天元が言ってるっていうことはもうやっぱそんだけ強いからね。柱が出るっていうことは、なんだっけ、無限列車編みたいな感じで相当強い鬼がいるんだろうなーって感じ。ナタグモ山みたいになんじゃないの、展開的には。分かってないけど、多分苦戦するんだろうな。ここでどうなるんだろうなー、ほんと。まあでも、秋アニメで、確定は、ほぼ確定はしてるんで、もう、見ますね。見ます。その時は、ぜひよろしくお願いします。ということでね、今回はテレビアニメ、鬼滅の刃遊郭編第1弾キービジュアル解禁 PV のリアクションでした。ありがとうございました。ならねー。